まだラウンド15。あ、やないか、やる、やる、募集してるよ。オッケー、じゃあやろうか。この前ボコられたからな。ただこの前とは違いますよ、さっぱり。そうね、セットしたらもうちょいかっこいいけどな。セットしないんだけど、家にいるのにわざわざセットするってないだろ。よっしゃ、タイミングおじさん、タイミングおじさん、はい、やない、センキュー。今日は俺の勝ちだね、今日は俺の勝ちだったな。あざした。まあいっぱい中足当たったね。ごめんね、ちょっと中足当てんのうまいみたい。ルークの中足への向き合い方ってありますか。まあコパンとかショーケーじゃない、コパンとかショーケーやるしかないと思う。そうっすよね、あざっす。まあコパンとかショーケーを振られてると結構打ちづらいけどね。うん、しゃがみ中パンは結構噛み合いやすいから、中足噛み合いやすいから、まあコパンショーケーやるしかないんじゃない。まあそれでも噛み合っちゃうときはあるけど、まああと立ち中ケーとか、立ち中ケーとか台ケーを振ることによって中足を打たせづらくするっていうか、まあその距離に入りにくくさせるっていう、そういう対策もまあある。距離作らせないようにするのも大事っぽい。まあてか、まあその回答はないよね、回答はない。この中足とかに対して見てから反応できない以上回答はなくて、だったらこういうので潰したりとか、こういうので潰したりとか、リターン取ったりとか、あとはその射程圏内に入らせないようにするっていう対策を取るしかないよね。だから中足どうするんですかって聞かれても別に答えはないよ。それは G のコパン仕込みに対してどうするんですかって言われても、いや答えないっすねで終わりじゃん。とか例えばそのG の立ち中継に対してどうすればいいんですかとか聞かれて、いやこれはなんかそのリターンないんで、リターンの高い技で差し返しの形取られるとか飛ばれると嫌ですよみたいな感じになるじゃん。だからまあ対人戦である以上答えなんてないから、その有効な選択肢、まあまあそのなんつうの、リターン取れたりとか潰しやすい選択肢を見せることによって相手にやらせづらくさせるっていう感じになるわな。まあこれだったらまあこれとかで結構いけるから、ただまあこれは後ろに歩きしなきゃいけなかったりとかするから、ガチャだからこれとこれの使い分けでいいんじゃない。うん、結構それで嫌だけどね。結構立ち台系とか立ち中継振られてるとその中足の距離まで入れなかったりとかするけどね。ただまあ今日はその食らいたくないと思うあまり技振りが少なかったわな、手前置きとか。うん、もうちょい手前置きやってもいいと思うよ俺は。中足ガードしようとしちゃって、まあだからその射程圏内に入っちゃったら、射程距離内に入っちゃったらもうガードするしかないけど、入るまでの段階でなんとかするっていう。あ、まあこういうのでもありか。